じゃ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 ーん。ということで、昨日のライブにまた差し入れが、もう差し入れらしい差し入れがいただきました。ベトナムのスープガユ、あーフォーみたいな感じのということかな。フライドオニオン味かな。うん、味だね。でもお粥だからね。そうだね、ご飯は違うではあるんだろうかね。お粥だね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これがちゃんとお母さんの分と3人分で、3で割れるよ、3で割れる数が入っています。もらいました。あとね、はい、私の好きなやつまたか、これこれね、私の好きなカエルさんとキノコです。はい、もうキノコにカエルがついてるなんてもう絶対でしょ。 そのマオリさんが好きだってことをここのメーカーの人がもう聞きつけたんだよね。うん、でもこの買っている人も、うん、これさ実は大好きなんだよ。ジオラマ作ろうよ。かわいい。はい、全部これ録画しますか。あじゃあ早くね。はい、あ、まあ、こっちはね、はい、まだ開けてないな。時計っぽい赤いやつですね。そうそう、これね、なぜかっていうと昨日ライブで我慢できずに組み立ててしまいました。これはこれです。はいはいはい、アマガエルがついてるというやつね。あ、かわいいね。あ、全部アマガエルなの。うん、キノコが違うシリーズなの。こっちのキノコは今度なんか白いキノコとぶら下がってんの。そうそう、アマガエルくん、はい、かわいいです。最後の1個、あ、最後の1個は、あ、これで、あ、これ、これが今のやつね。うん、で、これは虫シリーズ。うん、これがあのこの間ももらったカブトムシとかのやつの違うカブトムシ、なんだっけ、すごいでっかいやつ。これはなんだっけ、オオカブト、あ、違うね、海外のやつだね。アトラスオオカブト。うん、ずるいよね。海外の連れてきちゃずるいよ、やっぱり。やっぱりね、ノコギリクワガタ、これですよ、これ。これが一番かっこいい。うん、ここのこのカーブだね。これがいいですね。でもこの人もかっこいいよ。うん、これはもうずる。もう実際はさ、こんなに小さくない、もっとでかいんだもんね。手の上に乗せてもでかいぐらいだ。そんなにでかいの？うん、これはちょっと巨大すぎ。うん、ということで、どうもありがとうございます。こんにちは、クロケンと申します。ひらがなでクロケンで覚えていただければと思います。去年の秋ですねに、こちらに移り住んできました。ですので全く、ど素人でございます。秦野の渋沢、この辺りをちょっとずつ今、散策中ですので皆さんよろしくお願いします。あ、そしてですね、こちらに越してきてから、音楽をすることが毎日の日課になってきました。まあ、今までもやっていたんですけれども、ギターを持って、弾き語りをするということが、ここでは生きる道なんだということが分かりましたので、よろしくお願いします。何も言わずに息を吸い込む今ポンちゃん、あ、なんか何がここについてるよ。あ、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ちゃんくんとこ行きましょうか。はい、
めいちゃんくん、ただいま。オープンマイク2日目、3 day ロングランですが、明日もまた行きます。明日は、昼の3時からすごい時間だねになります。頑張ろうね。こんなに無理しなくていいのにね。でも、ぜひ出たいと思っています。またそうですね、今回の、渋沢という場所の、ライブではですね、また知らない人と何人かは出会いました。こういう形でちょっとずつですね、知り合いや友人を増やしていくという形で、何か起きるかなとどこでございます。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ポン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 、ポンちゃん、はい、